綿帽子を被った花嫁綿帽子は和式の婚礼の儀において花嫁が文金高島だと呼ばれる日本的な高い曲げを言った紙の上に頭を覆う形でこむる白い袋状のかぶり物。本来は真綿を加工して広げて作る防寒具のことであったが後に婚礼衣装の一つとなった。衣装として置き綿、引き面、額面などがある。 角隠しと同様の使い方をするが、角隠しが色打ち掛けにも用いられるのに対し、綿帽子は白無垢の場合だけに用いるものとされる。通例、綿帽子は挙式の際に着用し、披露宴では着用しない。花婿と綿帽子をかぶった花嫁高ふさ共演し絵巻に描かれているように、鎌倉時代以前より高貴な身分の女性が外出する際には、 頭の上から体をすっぽりと覆う担ぎと呼ばれる内着あるいは薄い衣を袖を通さずに被っていた。室町時代になると小袖の襟を前に下げた形で用いられるようになった。これらはもともとは外出する際の誇りよけや防寒が目的であったが、江戸時代になり担ぎに代わるものとして真綿で作った帽子が若い女性に広まり様々な形が作り出された。 しかし、18世紀半ばの法暦年間以後は、もっぱら儀礼用としてのみ用いられるようになった。現代における、綿帽子は、合わせ仕立ての白犬の布で作ったものである。赤石山脈の白鳳三々。2006年11月撮影。全米の栄養用の新芽。綿帽子の中は薄くツルツルした葉。ありがとうございます。